ババビーダ、中世ビリンの要塞である。ラヨシュ一世騎士王の肖像画。ヤン・マテイコがハンガリーによる、ビリン占領は、今日の北ブルガリアビ美ン一帯における都市及び、地域の歴史のうち、1365年から1369年までの間に、ハンガリー王国の支配下に置かれた時期を指す。 1359年から1360年以前に第二次ブルガリア帝国の定位継承者であったイヴァン・スラチミールは美林の所領にて独自の支配権を打ち立てて次第に事実上独立するようになった1365年初頭に以前の王に習って自身の称号の中でブルガリア国王を名乗っていたハンガリーのラヨシュ一世騎士王はイヴァン・スラチミールに対して 自身への総主権を認めて、風神となるよう要求した。これを、スラツミールが拒絶すると、ラヨシュ一世は、ビリン帝国を攻略すべく遠征に着手した。1365年5月1日に、ラヨシュ一世はハンガリーを出発して30日には、ビリンに到着し、短期間の工場戦の後に6月2日に帝都を落とした。ハンガリー人は、 イヴァンスラチミルとその家族を捕虜として、今日のクロアチア・ボシリエボに位置する、フムニク要塞に監禁した。それからほどなくして、ハンガリー軍は、ビリン帝国一帯を占領して、バンが統治するハンガリー王国の一地区に組み入れた。当初は、ブラチスラバのバンである、ヒムフィペータルが統治して、 それからトランシルバニアのボイボダ、ビリンの総督、テメシュソルノク領白領の統治者の称号を有するラチュクフィディオニシュによって統治された。これらの行政的な支配が確立された後に、ハンガリーはフランシスコ会の修道士の援助の下で、現地民のブルガリア制教会からカトリック教会への改修を始めた。ごく短期間であったにもかかわらず、これが最初期における。 ハンガリーの宣教師の教区の一つとなった。ハンガリー側の資料によれば、フランシスコ会は20万人もしくは、住民の3分の1を回収させたということであるが、確実に回収したのは、イヴァン・スラチミールとその家族のみであることから、その実態は害して誇張されており、非現実的である。この宗教的不寛容は、ハンガリーの君主権に対する不人気という態度として、 反映されており、同時期における、正教会の宗教書の欄外では、以下のように証言する。この本は、ハンガリー人がビディンを支配し、住民にとって、非常に苦しみをもたらした日々に罪深い無知なドラガンと、その兄弟ライコによって書かれた。イヴァン・スラチミールの父で、ブルガリアのタルノボの統治者である、ザール・イヴァン・アレクサンダルは、ハンガリーの信仰と息子の旅修に対して、 どうすることもできなかった。しかし数年後に、イヴァン・アレクサンダルは、東ローマ皇帝ヨハネス五世パレオロゴスのビディンでの抑留とサボヤ白国のアメデオ六世緑威博によるブルガリアの国会沿岸への遠征を機に、政教と同士の連携によるビディンへの救援を実現した。イヴァン・アレクサンダルは、東ローマ帝国に、ネセバル南部の国会の港の返還を申し出ることで、 同盟に参加させたが、ヨハネス・五世は、ワラキアのボイボダ・ブラディスラブ・一世に18万、フローリン支払い割らなければならなかった。その見返りとして、ブラディスラブ・一世は、ビリンを奪取して、イヴァン・アレクサンダルに譲渡した。1369年に、ハンガリーによる、ビリン占領は、終焉を迎えた。ハンガリー軍が、その後一時的に、 ビディンを再征服するなど、初期の反抗は、全面的に成功したわけではなかったものの、これによって、ハンガリー王国は、イヴァン・アレクサンダルの同盟者である、ブラディスラブ・一世と、半独立国家ドブロジャ先生公国との交渉につく、こととなり、ビディンは、ブルガリアの領土に戻された。イヴァン・スラツチミールは、ビディン地方の統治者に戻ったのは1369年の、 秋と推定される。ありがとうございます。